手首持って、でまあこっちはハイクラッチ入る方の足、ハイクラッチ入る足の方はこの腕で、で最初にハイクラッチのフェイント、フェイントをして引いたところを振りでやるっていう、どこら辺まで入り込むんですか？まあ、頭1個分下げるぐらい、相手の頭より自分の頭を1個分下げ、まあ、気持ち1個分下げるぐらいで、まあ、そのフェイントを引かせてから引いたところを